さあここから DJ コペロウェイヨラウンド2第2試合先行 MC にがり AK 赤い稲妻 VS 高校呂布カルマわわわヘイヘイわわわDJ コペローステージ先行 MC にがり AK 赤い稲妻後攻呂布カルマ8小節4本勝負 DJ コペローかませDJ コペロー新しいこんなビーツまた未知の領域まで行く俺のフリースタイリンまだどうしようもない逆風の中そっちの炎が方が高く燃えんだだからどこまで高く飛べるかこの音の中でどこまで潜るかどっちでもいい空いてるよ二人な下克上スタイルがトレードマークさ新しい感じのビートの上未だに飛んだり潜ったりは目が合わねえ俺同じ場所前らの目線でラップするだけだぜにがり俺のいない大会で勝ったところで意味なんかないってことやって言うぐらい教えてやるぜ誰が本物の王か見りゃわかるなお前がいない大会が意味ないだなんて他の31人の MC をレペゼンしてお前に中指を立てるぜ余裕であとはここでしてやる最強の証明王の中の王だろうが脳なものは脳だからわかるだろこの脳が回り出せば止まらないお前賛成ここで任すよフカルマお前風みたいに高く飛ぶやつさクソガキのチンポと中指はただ立つだけならどこでだって立ってるみたいだ俺はそれを積んで捨てて意味をなさねえ腕が立たなきゃここには立てねえ明らかに見て暗いところで声を上げられない代わりに胸を高鳴らしてくれよどっちの方に大きい方位する上げるかっつったら俺だろうこの野郎じゃあてめえのその折ったれたチンポを平井心に見立てて落ちてくるのが赤い稲妻そしたらもうお前しびれちゃってんだろ目の奥が焦ってゆらゆらバレバレだよ俺の目を見てくる割り自分のラップ蹴ってる時俺の目全く見れてないそれでお前が言っちゃってる鉄の心臓ここまでの強がりやみじっぱりも珍しいぞ赤い稲妻やばいラッパーズラすんのもここまで泣いて帰りな地方妻の元へ俺ならつま先から頭の上まで鋼鉄だからそれ雷持ちえるかもなだけどそれはダメージにならねえ充電してバリバリ俺の言葉電気サイボーグになるっつったろつまりこう都合この音の上で 4-2-0 を無視してぶっ飛ぶぜここの力だけで地方妻なんか絶対に作らねえよ俺は愛した女一本で行くって決めてんだよだからお前ジブラの前でも言う俺フリースタイルじゃなくてフリースタイルなんだよそれも分かってねえそれでお前はなんだベニパンとか加えちゃってマジ気持ち悪いぜヒゲも伸びきってるもうちょっと見なり爪のことファンクに言うんだったらてめえも気にしてこいポケだらしなく太ってるお前に寄れたたまねえこっちはこっちでカッコつけてる不倫するしないできるようになってから言えこの野郎その意味がお前もここに来れば分かるよ愛をいくつも俺はこの手につかみ愛をこの手からお前たちに配り分けるたった一人の女しか見れないような小さい心臓じゃこのヒップホップは生き抜けないんだよ終了いい試合でしたそれではまずは観客判定に入ります先行 MC にがり AK 赤い稲妻がかったと思う人赤のバンドを高くかざしてくださいありがとうございますそれでは後攻呂布カルマが高かったと思う人青のバンドを高くかざしてくださいもう一度聞きます先行赤にがり後攻青呂布カルマ観客判定は先行赤 MC にがりに1ポイントそれではジャッジの皆さんに判定を聞いてみましょうレッツ
ージ。ドロー延長。それでは立ち位置を入れ替わってください。それではすいません、ちょっと一瞬口湿らしてきてもいいですか。はいよ。あ、これすいません、新品。ごめんなさい、続けてください。マイクに通して新品って言っちゃ俺の意識の高さ、ちょっと今あざとかったね。新品だから。さあ DJ コペロ、次のビートを聞かせてください。呂布カルマ、高校 MC にがり AK 赤い稲妻、8小節4本勝負、 DJ コペロカンマセー。ちょっと言い過ぎた、よかった、弁解する余地が未だに残っていて、世界中の奥さん方ごめんなさい、今日も稼いで帰るぜ300万円。俺の頭満天の星空、空が見えなくたって同じだね、言葉は上から開い、お前連れて遠いところまで連れてってくれる。満天の星空を見上げながら雪の下で生まれてきた田舎町の雑草さ、そいつがビートの上でオンザラン、てめえのことなんて背に置き去りさ、てめえは置いてかれてくだけ、ここで俺のラップに置いてかれてくだけ、自己妻とか奥さんとかてめえの言ってること言ったり来たり、置いてくも何も一度もお前の横に立ったことないけど、お前まだ俺の眼中に一度も入らず、いつまでも雑草のつもりだ。その雑草も見つけられた瞬間に名前がついて、みんながありがたがるもんだろ。お前もう何年やってんだ、出てきた1年目の若手みてえなこと言ってんじゃねえんだ。もう何年やってんだって、もう10年選手になっちまうぜ俺もな。だからやることがある、てめえと違って300で人生を変える。分かってねえ、お前はもう去年取ったんだから、そんなによくばるな。俺は300の景色を見て、15万の景色はもう見飽きたぜ。たった300で変わるぐらいの人生なら、また300でつまずく、この先得た分出ていくぜ。分かってっか、お前そこで終わりだね。もう何回か取った100万の使い道は、その腹の脂肪になっちまっただけか。無駄遣いしてんな、どっちかな。俺からは腹の中まで見えるぜ小僧。100万を確かに遊びに使っちまった、高い授業料だったな。そんなこともあったが、その分俺は300でミスはしねえんだ。だから確実に掴む、年末の100万じゃ物足りねえ、相手がお前じゃ物足りねえ、食らっとけ俺の言葉攻め。成長が見えねえな小僧、金で変わるぐらいの人生は金で転ぶって、300じゃ変わんねえ、お前の心ねえが変わんねえと何にも変わらねえ。でも変える必要もねえ、自分だけステップアップ先に置いてくぜ。まさにそう、お前もう遠いところ、おいこっちまでちゃんと来いよ、見えやしねえぞ。確かにてめえが YouTube で俺のことグダグダ喋ってたようにラップにやる気がなかったが、心根が変わったから300を受け取りに来てるって言ってんだ。ボンクラたちステンドアップ、俺がここらで夢を見せんな。3本目4本目関係ねえよ、このワンマイクここでとうとうめ。終了。さあそれではこの延長戦の判定を取りたいと思います。先行呂布カルマが勝ったと思う人、赤のバンドを掲げてください。ありがとうございます。続きまして後攻 MC にがりが勝ったと思う人、赤いバンドを掲げてください。観客判定は先行赤、呂布カルマに1ポイント。それではジャッジの皆さんに判定を聞いてみましょう。レッツジャッジ。勝者呂布カルマ。や、惜しくも敗れてしまった MC にがり、よかったら一言どうですか。カップ。今年の MC にがりがっちり注目してください。届くようにもう一度盛大な拍手をお願いします。にがりありがとう。